それはもう始まっている。武器を使わない戦による 日本の分割統治計画。石川県の知事が激怒したっていう話が話題になっています。財務省の政治家を加えたある会議で、能登半島地震の復興が話題に上がったらしいんですけど、その場にいた議員から復興のための無駄な財質支出は避けたいという発言があったということがリークされて、今大問題になってると、石川県知事も怒ってるっていう話なんですよね。先日台湾で地震あった 政府主導による迅速な対応っていうのがクローズアップされてるんですけど方や今年の1月に起きた能登地方の復興って皆さんが思ってる以上に遅れてるんですよね今なお8000人以上が避難生活を送られてますし各地で断水水道インフラっていうのも復旧できてない状態で安否不明の方も まだ何名もいらっしゃる状態なんですよあれから4ヶ月経ったのになんでこんなことになってるのかって話先ほどの議員の発言っていうのはこの人一人だけの意見じゃなくてこれ政府サイト全員の意見であるっていう話なんですよまあ、これね復復興興できななないいんじゃなくて復興する気がないんだと政府与党にまに、あ、例えば日当5万円ぐらい出したら日本中から人が集まるでしょうしやろうと思えばすぐにでも復旧できるわけですよ でもこれをやらない理由って何なのかって話。 先日、元幹事長の議員さんが数十億円領収書なしで使っていたことが判明して、すごい問題になりましたけど、これぐらいのお金、権力がある人パッと動かせるんですけど、なぜかやらないんです。その理由は、将来的に日本国内に台湾における有事法、緊急事態条項を設立するために、それがないから復興できないんだっていう印象付けをやってるっていう話なんです。まあ、この緊急事態条項って例えば戦戦争に参 すすするるための法律でであるとかかよく言われてますけど本質はそこじゃないですからね結局、内閣に全ての権力が集中するっていうのが問題で、そして私たち日本国民の基本的人権が行使されなくなるわけですよ。まあこれが大問題であるっていう話なんですけど、まあ政府はこれを目指して、まあ今回あの地域の復興をわざと遅らせてるんじゃないか疑惑。復興の遅れっていうのが実は日本政府に思惑があるっていう話なんです。しかしかその日本 政府って誰なのっていう話なんですよね。日本では月に1回東京の某ホテルで米軍関係者とのまあ会合っていうのが行われています。その会議が全ての日本の行く末を決めてるっていう話なんですけど、今回の あえて復興を遅らせている理由。これ何なのかっていうのを考えると非常に闇深いと。そんな中、日本政府が一体誰のものかっていう疑惑が深まるニュースがありました。2023年の10月に東京池袋のサンシャイン60っていう商業施設の中で ある乱闘事件が起きたんですよね。ここにあるレストランで、数百名が、まあ、宴会してたんですよ。そこにですね、いわゆる大陸系のマフィア、クリーミーマミゴンっていうのがいるんですけども、いや、ゴンしか会ってないけど、超有名な、まあ、いわゆる純。 某の力の団がいるんですけど、この人たちが来て、まあ、乱闘騒ぎ、まあ、流血事件が起きちゃったんですよね。まあこれ警察はすぐにこの10名を取り押さえて、まあ、司法の手に委ねたんですけど、実は最近この人たちが不起訴になったんですよね。もし日本系の893だったら速攻で持っていかれるはずなのになぜか不起訴。しかも理由は 不明、明かさないということで、いろいろと憶測を呼んでるんです。日本国内では、いわゆる外国の方の犯罪が急増化しており、問題になってますけど、実は私たちの知らないところで、多くのこういった外国の方が絡んだ事件っていうのが、不起訴処分になってるっていう話を皆さんご存知でしょう埼玉県の某地域、東京に近い某地域で、 あるバックボーンを持つ外国の方々が多く住まれている地域があって、まあ、ここでは地元住民の方と衝突が結構起きてるんですけど、実際に警察権力は住んでる日本人の方々ではなくて、この外国にバックボーンを持つ人々を守ってるっていう話があるわけなんですよね。どうして日本はこんなことになっちゃったかご存知ですかまあ、司法試験ってありますけど、これ外国の方でも受けることができるんですよ。で、150人ぐらい外国の方が合格されてるらしいんですね。もちろん検査 警察とか裁判官とかは日本国籍がないとなれませんけど帰化したらなれるわけです。実はこういった 外国の方の弁護士、帰化された公権力に入る人々がめちゃめちゃ増加してて、一部手心を加えてるんじゃないかっていう説があります。まあそんなことをする人はいないんじゃないかって思うわけなんですけど、じゃあなぜ外国の方に有利な判決が出ているのかっていう話。これ実は政府の意向が強く現れてると。それは今後移民政策を推し進めていく中で、 こうした外国の方の犯罪っていうのがクローズアップされるのを何より恐れてると。だから政府は司法サイドに対して働きかけて、こういったのを不起訴にしてるんじゃないかって話なんです。今回謎に不起訴になったクリーミーマミゴンの皆さん。どういうことやねんでもこれって実は非常に闇が深いっていう話なんです。まあ日本国内にはまあ不法に滞在されてる外国の方もたくさんいて、そうじゃなくても難民申請をして、 ま、待ってる間、何かことを起こしてしまう人っていうのもいるわけなんですよね。実は過去、日本国って1.4万人の中東のルーツをある方々を強制送還したっていう過去があります。昔、上野公園って、こういった方々の違法なビジネスがめちゃめちゃ蔓延してたの、皆さんも記憶にあると思うんですよ。あれって、今いなくなってるのは強制送還してるんですよ。要するに政府が本気を出したら、すぐに送り返せるわけ。 でもなぜそれをやらないのか。それは将来日本国が移民大国になるっていう、今まさに過渡期であるからこれを馴染ませてる。 っていうのが事実なんですよね。日本人の人口はめちゃくちゃ減ってますけど、代わりに外国からの労働者っていうのはどんどん増えていってます。今はまだ永住権とかないですけど、まあそのうち日本人になっていくっていう話なんですね。で、これは誰の計画なのかっていう話。それは日本っていう国の分割統治っていう話なんでございます。まあ日本って第二大戦に負けて、一時期アメリカに統治されてましたけど、一応名目上は独立したってことになってます。しかし、その実 全く違うと。政府中枢には、そういった意向を持った方々が、諸外国から送り込まれてきて、かの国に有利な法律ばっかり作ってきたのが、戦後から今にかける日本なんですよ。まあ、それに逆らおうとした政治家は全員消されてきたわけです。これに逆らう者たちは大変なことになるっていう、まあ、メッセージなわけですよね。先ほどの不起訴処分になった件も、司法すらも実は、 そういったものたちに強く影響されているという話なんです。日本はインバウンド計画って言って、6000万人の訪日外国人を想定して、いろんな法律を整備して、 お金もかけてきたわけなんですけど、最近爆買いってあんま聞かないじゃないですか。第2位の訪日を誇る中国の観光客の方々って昔は日本のお店でむちゃくちゃ爆買いしてましたけど、今はしてません。実は日本に来てから帰るまでの全てのインフラを中国資本が全て買い取って、彼らのお金で全て動いてるわけです。要するに日本には1円も落としてないっていうのが実は最近のインバウンドの実情なんですよね。 これ一条流って言うんですけど、でもそのために法律とかお金とかかけさせられてきたわけでしょじゃあこれ誰が儲かってんねんっていう話になるわけですよ。で、結局今日本政府がやっているまあ法律整備や制度の見直しっていうのはある人たちのためにやってるっていう話なんです。それは実は戦後、分割統治という形で日本を何分割かにする予定だったのを今やってるっていう話なんです。イランとイスラエルが まあ今すごい緊張状態高まってて、まあイランが一戦を超えてしまったわけなんですけど、まあイランサイドは自衛権の行使だって言って、これを国連に今訴えかけているわけなんですね。まあこの自衛権の行使ってめちゃめちゃ怖い言葉で、例えば某大陸の国が尖閣諸島を自衛権行使するために日本に攻撃するっていう理屈も成り立っちゃうわけなんです。ただこれって で現実感めちゃめちゃ薄い話他の国は日本には攻めてきませんそれは武器を使ってはねとロシアって世界第三の軍事大国ですけどなぜあの国一国を未だに落とせていないのか それは城を攻めるときもそうなんですけど、その国の兵隊の数倍の兵力がいるからと言われている。いくら軍事大国であっても国一つ落とすっていうのはめちゃくちゃ難しい話なんです。それがましてや日本のように四方海に囲まれた島国を落とす場合、これ何十倍もの兵力がいるって言われそして大陸のあの国は海軍力がめちゃくちゃ弱いから日本を落とすことは不可能なんですね。じゃあどうするのか それは現在一条流と呼ばれる、かの国の資本をごっそりと日本国に取り入れて、一円たりともこぼさずに持っていく。この経済戦争で勝つっていう話なんです。そしてそれは経済だけじゃなくて、司法にもどんどんとそういった人たちが増えてそして政治家も外国人参政権というものを叫び始めたら、 もう戦争なんか必要なく日本そのまま持っていけるっていうわけなんですね。まあ、本来だったら日本のケツ持ちであるピザの国がこれをどうにかしてくれるはずなんですけど、実はもう話がついていて、かの国もいいとこだけ持っていくわけです。まあ、結局、敗戦国は未だに敗戦国であると。知ってます世界で一番命が奪われた事件。これ全部日本で起きた話。広島。 東京、長崎。これ歴史上すべての戦争の中で日本が3つ占めてるわけです。日本はとんでもないことされたわけですよ。でも、日本人は誰一人未だに立ち上がっていないどころか、どんどん侵食されちゃっていると。今回、あの人たちの不基礎に私は日本の暗い未来っていうものを見てしまったわけです。でもそれって結局日本人が悪い意味で優しい。 受け入れてしまう民族っていうのが悪循環を生んでると見ています。つい最近、東京では大規模なデモ活動があって、これは某国際機関の条約締結の反対を唱えるものだったんですよ。海外のメディアでも大きく取り上げられて、しかし日本のメディアは一切報道しようとしません。確かにちょっと色がついてる内容かもしれませんけど、ここまでの事象をなぜ大手メディアが取り上げないのか。 それはこの国際機関には多くの製畜和会社がお金を出していて、それはメディアの大スポンサーでもあるから、これに反対する デモを流すす。っってていいうううのは、成築は成企業に逆ららことだからなんです、まあ、中東で第三次世界大戦の勃発っていうものがもうすでにカウントダウンに入ったって言われてますけど実は日本国内ではもっと昔から武器を使わない戦っていうのが行われていてそれは想像以上に進行しちゃっていると政府が今後憲法改正をしてくるこれ で、何のためって話なんです。誰のためって話なんです。そこを見極めないと、この日本、本当に失われてしまうかもしれない。今すぐ目を覚ませ、日本人。日本国は、日本人のものだと思います。ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫川にゃ、今日もねトップカヤブです。お送りしました。米津玄師が、最近三つ編みにしてるんですよ。で、僕、ヤマト王朝の髪型してるじゃないですか。 ブーム来たな、あの中ではね、カズラっていうらしい。やっぱミサイルは良くないね。危ないもん、あれ、どうしたいけるいけるいや、よぞんちゃん。来いよミケに一発来いよにくてこと what do do